どうもすみません。放置杯やゆうしょ出走馬一頭ずつについて喋っていこうと思います。ジャンルの違いっていうものはあると思うんですけれども、例えば YouTube の動画でも当てるということ、いかに儲けるということ、そういうふうに考えてやってる動画も面白いですし、あとはデータを出して、それで皆さんの参考にっていう、そういったものも面白いと思いますしまあ、当てるといえば、 YouTube じゃなくてもグリーンチャンネルさんの競馬場の達人みたいなような感じでレース前にいろいろ考えて予想を立ててそれが当たるかどうかそういったところをレース映像を見ながらっていうそういったようなものも面白くて例えば元プロ野球選手の山本雅選手ですねあの人なんかは語呂合わせで自分の背番号がどうだとかいろいろところ合わせしてものすごい馬券を取って大儲けっていうああいうのも見てて楽しいですよね。 レース映像といえば、テレビの映像を勝手に、違法に使ってでも楽しませよう、もしくは登録者や再生回数を増やそう、そういったような形でやってる人もいますが、僕はそういうのとはまずジャンルが違うというところで、違法なことはしないように気をつけてやってますし、あとはそうですね、当てをいかに設けるかっていうことを、そういったことを目的に動画を作っているわけでもないですよね。で、僕は、 YouTube の中では数少ないと思うんですけれども、関係者、競馬関係者ですね、プロでやっている人たちの中でも、ピンからキリまでいるとは思うんですが、その上の方にいる人たちが見ても、ある程度納得するっていうような、そういったような動画を目指して作ってます。そういったようなジャンルの違いっていうのはあるんですけれども、競馬ですね、レースについても、ジャンルの違いってあると思うんですよね。 まあ各陣営によってこのレースはこういう意味を持って臨むこういうことを求めてレースに臨むっていうところがあると思いますしそういったレースに臨む上でのジャンル弥生賞に向かう上でのジャンルですねそういった意味で有力馬たちの中でこのレースを勝つためだけに出走してきてる馬っていうのはいないと思うんですよね。 ンプレミアアムももワグネリアムもジャンダルムも賞金ありますし、まあ、オブセッションについては賞金がないんで県に取りたいっていうところできれば勝ちたいっていうところはあるとは思うんですけれども、まあ、でも基本的には弥生賞だけじゃなくて弥生賞皐月賞ダービーまで見据えて3点セットということで考えて臨む陣営が多いと思います、まあ、そういった中でもしこのレースを勝つということを そういったことを考えてダノンプレミアムが出走した場合その場合だったらこのレース逃げれば勝てる確率一番高いと思いますんで、まあ、そういうような競馬をすればいいんですけれどもそういうような競馬をしたところで皐月賞にはつながらないですしダービーにもつながらないっていうところがあって今回はある程度この馬の正攻法の競馬を試すかそれか 素足勝負、そういったところを試すか、まあその辺の二択かなっていう感じだと思います。ですから馬券を買う側についても、レース前からそういった意味があるんだっていうことを考えて、陣営やジョッキーの思惑、そういったところを考えて当てに行くっていうところはあると思うんですが、ただ僕は、まあこのレースに関しては、当てたいという気持ちはほとんどないというか、まあ、このレースをどういうふうに陣営たち、ジョッキーたちが使ってくるか、 で、そしてこのレースで思惑通りにベストの状態でレースを終えられるかっていうところを一番注目したいなっていうふうに思ってます。それではまずはレース展開や馬場について考えていきます。力関係についてはある程度もはっきりした部分はあるかなっていうふうに思いますね。ただそういった中で力の劣る馬たちがどう思い切って乗るかだとか、あとはまだ 芝がどううかっていうふうに浅草スポットなんかはダートの新馬戦で競馬が終わったようなところから追い込んできましたんで芝でも期待できるんじゃないかっていうふうに陣営を思ってるかもしれないですしまあそういったようなところはあるんですが基本的には力関係はある程度はっきりしてるかなっていうふうには思いますねでヘビータンクとかアラウンこの辺は森球舎なんですけれども森球舎は結構こういうトライアルに 通用しないんじゃないかなっていう感じの馬、まあ、結構出してくるんですよね。まあでも競馬規約の中にチャンスがあると思わなかったら出走してはならないっていうようなそういったようなことを規約にありますんで基本的には形上はチャンスがあると思って使ってると思いますしあわよくばちょっとでも着順よくっていうような風には思ってると思います。まあでも基本的には力関係的には厳しいと思いますし 他の馬たちについてもダノンプレミアムやワグネリアンこの辺を目標というか、まあ、ある程度レースのベースにおいてどう乗っていくかっていうことを考えている陣営が多いと思いますねそういった力関係の中でどの馬が逃げそうかということなんですがリビーリングサンリバルこの辺が行く可能性高いかなっていうふうに思いますダノンプレミアムは行こうと思えば一番早いんでしょうけれども 行っても今後につながらないんでっていうところですね。で、リビーリング3リバルが大逃げに持ち込もうとした場合、その場合だと平均ペースかハイペース気味に流れるかなっていうところで、馬群も縦長にばらける可能性がありますね。となってくると、こういうあたりでダノンプレミアムが控えた場合、すごく乗りやすいレース展開になって、比較的勝ちやすい展開になると思います。ですが、団子状態になった場合ですね、引きつけるような形でリビーリング、 サンリバルが楽なペースで行こうとした場合その場合だと団子状態になる可能性が高くてとなってくるとダノンプレミアムは外を回りながらっていうような競馬で多少仕掛けどころが難しくなってくるかなっていうふうに思いますね、まあ、でも瞬発力もそこそこある馬ですし強気の競馬で自分から早め先頭みたいな競馬もできるタイプの馬ですんでそういったような競馬も試してみてもいいかなとは思うんですがただその団子,団子状態の時にですね 直線まで追い出しを我慢するような、そういうような乗り方をした場合ですね、その場合だと、後続の馬たちに一気に来られるだとか、そういったような可能性もあり得るんで、まあ、負けパターンとしてはそういうパターンが一番可能性としては高いかなっていうふうに見てます。で、馬場については、まあ、開幕週からあんまり芝の生育がうまくいってないような感じで、それで、 先行馬、打ち目を通ったロスなく立ち回った馬、そういったような馬たちがそこまでは有利ではないかなっていう感じで、ある程度フラットな馬場っていう感じですね。もちろん先行馬たちが不利っていう馬場でもないので、まあ、その辺はレース展開によるんですけれども、まあ、スローになったとしても、ラスト4ハロン5ハロン一気にペースが上がりすぎる、そういったようなロングスパートの競馬になると逆に、 先駒たちが苦しくなる可能性もありますんでそういったところはレース展開でも見ていきたいかなっていうふうに思いますねそれではうちの方から一頭ずついきますオブセッションオブセッションはマ、まあ、シクラメン賞の勝ち方がインパクトがあって見た目の錯覚を起こすようなそういったようなレースの典型でしたんでまあ、そういった意味でも過大評価はされているとは思うんですが まだ現時点ではやっぱりワグネリアン、ダノンプレミアムには力は劣るかなっていうふうに思いますね。ですが、まあ、後方から行けるということ、あとはルメール騎手が乗るということですね。そういった意味でも展開がドハマりした時には今回どちらかを倒せる可能性は普通にあるかなっていうふうに思いますんで、もちろん馬鹿にはできない馬だと思います。ただ、宿場免勝っていうのは、 コーナーから他の馬たちが足を使うような展開で、直線ほとんど伸びてないんですよね。で、止まってくれてる中でオブセッションが後方で足をためて直線勝負っていう形で、ドハマりっていうやつですね、競馬でよくあるパターンなんですけれども、まあ、それでも,もちろんそういった中でも、オブセッションにもいい末足がある、能力がある、弱い馬ではないですし、強い方の馬であることは間違いないですね。 まあそういったような足を持っててっていうような内容での圧勝ただやっぱり馬体面だとかフットワークですねまだその弱いところがあるというかフットワークが大きくて一瞬の動きが遅いようなところがあるんですよねでそのシクラメンショーを見た感じでもゴール前ラスト50メートルぐらいですねその辺はフットワークがかなり良くてああいうようなフットワークが早い段階で追い出してすぐに 出てくるようになれば、また馬が変わってくるかなっていう感じで、まあ、ゴール前にあれだけのフットワークでいい足が使えたということは、今後パワーがついてきた場合、自力がついてきた場合ですね、その場合に期待はできるということです。素質は期待できる馬かなっていうところで、藤沢和夫厩舎は去年もレイデオーロでだんだんと馬を成長させていって、それでレイデオロはだんだんとしっかりとした 安定性のあるるを繰り出せよようになっっていったんですよね。まあ、そういったような過程と似ていてオブセッションも今回追い切りなんか見てても確実に一戦一戦良くなってきてますし藤沢和夫牛舎は多分照準はダービーに合わせてると思いますんで、まあ、そういったような逆算をしながら馬を作ってきてるなっていう感じはありますね。ただオブセッションとレイ・デオロ比較をするとレイ・デオロの方がですね ばきが早いというか、まあ、そういったような意味での何ですかね完成した時の器用さがあるっていうのはレイデオロの方なんですよねですがオブセッションはですね完成形になったとしてもフットワークが大きいそういった意味でもやっぱりレース展開によっては乗り方が難しいなし崩しに足を使わされるようなレース展開になった時もしくは外を回りながらロスのあるような競馬をした時そういった時に ちょっっととマイナス面がが生じるる可能性はああかなっていうところがありますねアラウンアラウンは地方で勝ち上がっての再入球という形ですねで中央の未処理線でも未処理線のダートでもちょっと足りないかなっていう感じでしたんでどうかっていうところなんですがただ足先の柔らかさとかそういったことを考えると芝の方がもしかしたらいい可能性はあるかなとは思うんですがただ 瞬発力ですねメリハリの効いた足を使えるっていうタイプではなくてスピードタイプということでそういった意味でも怖さはないかなっていうふうに思いますねジャンダルムジャンダルムはですねまあビリーブの子なんですけれどもやっぱり長い距離の方がいいなっていう感じで1008から20002200とかその辺が合いそうなイメージはありますねでホープフルステークスはですね 行きっぷりも反応もいいということでもあったんですけれども武豊騎手がペースが落ちたところで躊躇せずに早めに仕掛けるっていうような競馬をしましたねまああれは多分その外に行ったり内に行ったりするようなそ外ですかねそ外に行くような感じがあるような馬だと出していった方がまっすぐ走りやすいというか、まあ、そういったようなところもあるだとかそういったようなことも武豊騎手が言ってたみたいなんですけれども まあそういったような意味もあるにしてもあの辺で躊躇せずに変にペースが落ち着いたところで付き合わずに自分で行ったっていうのはこの辺なんかは武豊学習さすがだなっていう感じですし、まあ、要するに他の馬たちのペースメイクや競馬に飲まれずにマイペースで競馬をできたっていうところがありますね。でそういったような競馬ができるほどこの馬にはセンスがあるということで中山コースが向くなっていうところを見せたレースでもありますね。 ですから、開いたようなイメージでもう1回乗る可能性もあるんですけれども内枠引きましたしもしかしたらダノンプレミアムあたりをマークして素足を試してみるだとか、まあ、切れ味ですねどれぐらいまで瞬発力が通用するかっていうことを試す可能性もあるかなっていうところでその辺はレースに行って、まあ、出たなりで決める可能性もありますし武豊騎手ではないんでわからないんですけれども。 まあそうですねどういう競馬をしていくかっていうところを注目したいかなっていう感じでですからジャンダルム竹豊騎手についてもここは特に勝ちに行く必要がないレースですんでそういうふうに試す可能性が高いかなっていうふうに思いますしエアスピネルの弥生賞の時の竹豊騎手は素足勝負っていう形でどこまで通用するか試してましたよねですからああいったような 感じになる可能性が高いかなっていうふうには見てますね。で、そういった中で、ま、ノのプレミアムがですね、自滅してもしないと、マイペースで強い競馬をした場合だと、僕は現状ではジャンダルムは差し切るのは難しいかなっていうふうに見ていて、そういったような力関係かなっていうふうに見ていて、まあ、とにかく今回は、力関係だとか、客室を測れるそういったようなレースになればっていうところだと思いますね。リビーリング。 リビーリングは新馬戦は逃げて勝ってそれで2戦目セントポーリア賞では好意に控えて早めっていうようなそういったような正攻法の競馬ですねいい競馬をしたなっていう感じなんですけれども、まあ、ただちょっとまだパワーがつき切ってないというか持たれるような雰囲気があるんですよね、まあ、そういったまだ力強さが足りない中でこのメンバーっていうのはどうかなっていう感じがありますね ま確かに逃げて大逃げに持ち込むだとか、なるべく直線を向くまで楽ができた場合ですね。その場合だといいところが出る可能性はあるんですけれども、まあ、後続にプレッシャーをかけられた場合だと苦しい。もしくは、まともにレースに参加する形ですね。馬群の中からレースをするような形になると苦しくなる可能性が高いかなっていうふうに見てます。ただ、今のこの馬としては仕上がりはいいですし、まあ、なかなかセンスのあるレースをしてきてる馬ですんで、 いいところは出る可能性はなくはないかなと思うんですが、ただ基本的には力関係的にどうかなというふうに思いますね。ヘビータンク。ヘビータンクはまだレースを使ってないのに初出走で弥生しということで話題にはなってるんですけれども、お昼映像なんか見た感じでもまだ芯ができてないというか、まあ本当に走るのがやっとっていう感じで、 乾燥できるかどうかもちょっと不安だなっていう感じですね。故障せずに回ってこれればっていうところですね。まあそのアグネス・タキオンの柔らかさだとか足先の軽さみたいなところはあるのかもしれないんですがもうちょっと力強さが必要ですね。浅草スポット。浅草スポットの新馬線で馬券を取った人は興奮したんじゃないですかね。道中ずるずると下がっていって直線を向いた時には最高方に近いところから直線だけでゴボ抜きっていう。 もうううだろうっていうところといこからの差しし切りでしたね僕も似たような感じの初出走の馬で馬券取ったことがあってそれはリアルビジョンの未勝利戦ですね初戦の勝ちなんですけれども、まあ、それは JRA の競馬の歴史の中でも最もびっくりするようなレースの一つだとは思うんですけれども、まあ、全然ダメだなというところから豪快に大外から差し切るというような競馬でした。 僕は人生で一度だけあの時だけは馬券取って体が震えたというかですから浅草スポットの方でも馬券取った人そういったような経験をした人がもしかしたらいるかもしれないなっていうふうに思いますねで自衛の方もああいうような勝ち方をしましたんで今回も期待しているところはあるとは思うんですが馬体だとか走りなんか見てたらダートの方がいいと思いますね、まあ、芝が全くダメとは言えないんです言えないんですけれども 軽い芝での瞬発力勝負や後半のスピード勝負そういったところではちょっと厳しいところがあると思いますね力のいる洋芝だとかそういったところだったらまだもう少し期待できるかなと思うんですがまあ追い切りの動きなんかすごくいいですし仕上がりもいいですし比較的完成度の高いというかパワーもついている馬ではあるんですけれどもまた後の方で期待した方がいいかなっていうふうには思いますねで、き足もそんなにつくタイプでもないですし 芝ではそこまでの切れる足は期待できないと思いますね。トラスト検診。トラスト検診はですね、全然人気がないんですけれども、そんなに馬鹿にはできないと思いますね。単勝は100倍以上、まあ単勝がつくのはしょうがないかなと思うんですけれども、まあ、3リバルあたりと比べると、そんなには差はないかなっていう感じで、もしかしたらトラスト検診の方が、 一発を狙いやすい可能性はあるかなっていうぐらいですね。で、この馬は、やっぱり近走、金相高想を続けているんですよね。まあ、やっぱりその、レース、レースで安定して力を出してるっていうところ、差し切れないようなレースもあったんですけれども、そういうふうにレースに行っていい競馬をしてきてる、安定してるっていうのは強みなんですよね。ですから、格上相手でもそういうふうに高想してる分、 馬の方が自信を持ってて気持ちが入ってる部分もあると思いますんで、まあ、その分まだトラスト検診ですね馬自体は相手が強いということをよく分かってないと思いますし素足タイプということでこういうタイプは足がたまった時にドハマりする可能性もあるかなっていうふうに思いますねさすがにダノンプレミアムワグネリアンを倒すとなると展開の間だとかそういったものがないとっていうふうには思うんですけれども まあでも、他の馬たち相手だったら、もしかしたらっていう感じはありますよね。で、素足のいい馬で馬群の中を突くこともできる、そういったような、馬体の方も完成度が高くて、まあ進路取りに融通が利くようなタイプでもありますんで、ですから、なるべくまずは、内立沿いに入れて、直線向くまでなるべく我慢するっていうような競馬ができればっていう感じですね。内田博之騎士は、 大け、まあ OK、が前ほどは終えるような感じはないのでなるべく極端なポジション取りですね内に入れて前に壁を作りながらっていうもしくは最高峰から直線だけの競馬をするっていうようなそういったような極端な競馬をした方が安定して動かしやすいと思いますんでそういうような極端なポジション取り進路取りをしてほしいなっていうふうに思いますね。ワグネリアンワググネネリリアアンンはです、ね、本命にしようかどうかかどど迷ったんですけれども ただちょっと馬を作っていく過程でここではないのかなっていうふうに最終的に思いました。というのはまあ人たたきっていう形で余裕があるっていうようなそういったようなことではなくて馬の作り方ですね。新馬戦とか最初の頃っていうのはですね足先のバネがよくていかにも切れ味っていう感じの作り方になってたんですけれどもだんだんと自力をつけようとパワーをつけようと。 調教しててきたたとと思いいいまますすんでででそういっっ中でまず強くなっていくななののはお尻とかトモの部分なんですよね要するにその辺が勝ってきてるのが今のワグネリアンかなっていう感じで切れ味をつけようと思ったらもっと足先に脚力だとかバネがついて上下のバランスが良くならなきゃいけないっていうところがあるんですけれども、まあ、現段階ではまずはそのお尻とか友の部分ですねそこは強くなってるっていう感じで。 ま、その、モーリスなんかでも、最初のうちはそういうふうにお尻や友が勝ってた中で、だんだんと下の方も強くなってきてっていう後ろ足後、後ろし、講師の上下のバランスですね。その辺が変わってきた部分で、モーリスも強くなったんですけれども、このマグネリアンに関しても、今はとにかく自力だとかスピード、そういったところをつける上で、こういう感じになるのはしょうがないかなっていう中で、あとは最終段階として仕上げるとしたら、下の部分も強くして、 死馬戦の時のような足先のバネもつけて、それで上下のバランスを良くして、バ,バランスのいい形ですね。そういったような後ろ足、講師の後ろの方になって、さらに馬体全体のバランスも良くなる。それが理想的かなっていうふうに思うんですが、まだそういうような段階には入ってないのかなっていう感じですね。これが陣営ですね、旧舎がそういった思惑でやってるかどうかは分からないです。ただ現時点ではそういうような馬体に。 になっているととうことで、まあ、切れ味ということに関しても、まあ、そこそこっていう感じかなっていう感じでもっと切れる馬になれる可能性はある馬なんですけれどもドローンプレミアムがある程度ロスのある競馬をするだとか自滅に近いような競馬をしない限りは簡単には差し切れないかなっていうようなそういったような判断に今回はなりましたでもワグネリアンはですね直線でで追い出すとですとね手前を 変えたりすするるようなところがあるんですけれども右回りは直線は基本的には左手前っていう形がベストですよねでそのワグネリアンは左手前が結構好きなところもありますんで、まあ、右回りでも手前は変えるんですけれども左手前が好きなところもありますんで追い出した時にそういうような感じになることが多いという意味では右回りは現状では結構いいかなっていうふうに思いますしまあそうですね やっぱりそこそこ切れる足は今でもありますんで、展開が向けばっていう感じですね。で、まあ、立ち回りについてなんですけれども、僕は基本的にはここは勝ちに行かないでほしいなっていうふうに思っていて、まあ、これも競馬のジャンルというか、競馬の質っていうところの話になるんですけれども、先に切れ味を試すような形ですね。そういったような、今回切れ味を試すような競馬をして、後に、 ある程度ポジションを取りに行く競馬をする。これっていうのは結構理想的なんですが、先にここの弥生賞で勝ちに行くような競馬をして、その後に切れ味を試すっていうような競馬をする。切れ味で勝とうとするような競馬ですね。そういったような競馬っていうのは段階としてはあんまり良くないんですよね。まあ、例えば、ダートと芝の話になるんですけども、ダートを使ってから芝を使うっていうのは、これは芝走りやすいんで、まあ比較的、 すんなり走りやすい傾向にあるんですが、芝を使ってからダートを使うと、ダートっていうのは結構泥が飛んできたりだとか、走りづらかったりとかして、マイナスに働くことが多いんですよね。要するにその順番っていうのは結構大事で、ワグネリアンはですね、今回は本当は、サツキショーもしくはダービーですね、そこを見据えるという意味では、先に切れ味を試すっていうような、 リラックスして落ち着いたフォームで素足を繰り出せるっていうようなそういったようなところを試した方が次につながりやすいかなっていうところでまあそういった意味でも今回は腹をくくって直線勝負にかけるっていうようなそういったような競馬をしてくれた方が今後にはつながるかなっていうふうに思いますねダノンプレミアムダノンプレミアムはサウジアラビアロイヤルカップの時も強い競馬だったんですがただ ばらけるような展開で2番手からすんなりと競馬ができた、まあ一番楽なレース展開ではあったかなっていう感じでもありましたんで、まあ圧勝ではあったんですが、馬体なんか見ててもまだ物足りないなっていう感じがあって、そこまで高く評価できなかったんですけれども、ただその後の朝日フューチュリティステークスの時のパドックでの馬体ですね、ガラッと馬が変わってきて、まあ迫力のある馬体になってて、まあそれでレース内容についても確かに 3番手のうちの方で、まあスムーズに楽な競馬はできたんですが、それでも力がないとできないレースでしたんで、馬体面、レース内容についても文句のない内容にはなったかなっていう感じですね。ただ、このまはですね、サウジアラビアロイヤルカップも、朝日はカューティリティステックスも、まあなんか楽な競馬をしすぎたというか、まあ本当にスムーズな競馬ができたかなっていう感じで、 ど道中のポジション取りも進路取りも楽な競馬ではあったんですよね。ですから今後多少ロスのある競馬ですね、難しい競馬、もしくは自分から強気の競馬をしなきゃいけないような競馬になった時、そういった時にどれぐらいなところ、どれぐらいな競馬ができるかっていう、そういったような試し方はしなきゃいけないかなっていうふうに思いますね。で、できれば今回やった方がいいと思いますし、 まあ、バルケルネエース展開の中で、また今までみたいに、すんなりと競馬ができた場合、その場合だと逆に、サツキ賞、ダービーで、まあ、そういう競馬を仕入れられた時に、いきなり対応できるかどうかわからないっていう、そういった不安が出てきますんで、なるべくなら厳しい競馬をした方がいいかなっていうふうに思いますね。ですから、勝つことよりもそういうような、今後につながる競馬をしてほしいなっていうふうに思いますね。で、馬体面に関してはですね、このまま、 今でも完成度が高そうな走りはするんですがただ馬体面に関してはまだ弱いところがあるというかまだ良くなる馬だと思いますねもっとしっかりと芯が入ってきたような馬体になったらいいところがあると思いますしそういった中で成長段階の中でなるべくこじんまりまとまらないようにスケールの大きな走りができるように作っていってほしいなっていうふうに思いますね中内田急車は まあ今までのイメージだと、マイル以下で活躍するっていうようなイメージで、そういうようなスピード、パワータイプに作っていくイメージが強いんで、まあ、この馬を機に距離を伸ばせるような、そういったような作り方をしていってほしいなっていうふうに思いますね。2000メートルはまず問題ないかなっていう感じですね。サンリバル。サンリバルは、まあ穴人気ぐらいかなっていう感じなんですけれども、 まあこの馬はですねあんまり瞬発力がないということあとは一瞬で足をつか一気に足を使おうとすると尻足っぽくなるということでゴール前であんまり足が使えなくなっちゃうっていうところがありますねですから、まあ、足の使いどころが難しいタイプなんですけれどもホープフルステークスについては、まあ、前の馬たちがですね 後半、ラスト、4ン三3ロンもうちょっとギアを上げていくような、そういったようなペースメイクをすれば、サンリバルももうちょっと楽な競馬ができたんですけれども、まあ、その、レースの後半、結構落ち着いたような感じで、ギアが上がりきらないようなレース展開になったんですよね。で、サンリバルは、まあ、早めに先頭に立ったは立ったんですが、後続の馬たちがですね、早めに押し上げる、特にジャンダルム、タ豊騎手が一気に来たっていうような感じがあって、 まあその分、レース展開的に先行馬が苦しいんだかなっていう感じですね。前半のペースが59秒5か6ぐらいですか、これに関してはそこまで極端に速くはなくて、そんなに先行馬たちが不利っていうようなレース展開でもなかったんですよね。展開を不利にしたのは後半のペースメイクですね。ですから、まあ、サンリバル自体もですね、 もっとどっかのタイミングで背面に先頭に立って玉砕的にっていうような競馬をしてたらもう少し際どい競馬ができた可能性がありましたしそういうような競馬をしてれば後続のジャンダルムだとかタイムフライヤーあたりが少し苦しい競馬になった可能性もあったんですよねですからあのホープウルステークスに関してはもうちょっとレース展開だとか乗り用によってはっていう感じではあったんですがただ大きなミスではないですし、まあ、この馬の 力というのは、あのレースを見て、ある程度は分かったかなっていう感じですね。それで今回のメンバーの中では、力関係ということでいうと、やっぱり5番手、6番手あたりの馬かなっていうところで、まあ、なるべく一発を狙うような競馬をしたいんじゃないかなっていうふうに思いますね。勝ちに行ってもいいような、そういったような立場だと思いますね。で、賞金はあるんですけれども、ダービー出走確定とまではいかないんで、なるべくなら、 2着でも取れたらっていいう感じはあると思いますねですから、前に行く可能性が高いかなっていうふうに見てますし、花か2番手、その辺から競馬をした方がいいかなっていうふうに思いますね。とにかくダノンプレミアムとなるべく位置取りが重ならないように、なるべくなら離れた位置ですね。大逃げでも、大逃げみたいな形でもいいですし、そういったような競馬、もしくは勝負どころで先に仕掛けて、 なるべくプレッシャーをかけられなないような競馬ができればとといいうところはあると思いますね。最後に僕の馬券の買い方についてなんですけれども、まあ、今回は、まあ、その当てに行くということではないんですけれどもただいろいろとレース展開だとか今の完成度だとか今の客室だとかそういったことを考えるとダノンプレミアムがやっぱり有利なんじゃないかなっていうふうに思っていて。 サツキションになったら多頭数になったりだとかいろいろと変わってきますんでちょっと入れ替える可能性はあるんですけれどもただ今回のこのレースに関してはダノ,ダノンプレミアムが勝つ可能性が一番高いんじゃないかなっていうふうには見てますただ試す競馬をする中で取りこぼす可能性もあると思いますんでその辺はしょうがないんですけれどもただ今回は単勝を軽く買って見るような感じにしようかなっていうふうに思いますねで ワグネリアンとの生まれんですね。まあこれも買ってもいいんですが、つかないと思いますんで、ウマタンでドノンプレミアムからワグネリアンっていう形を少し。で、トラスト検診はですね、まあ穴馬と狙うほどでもないのかもしれないんですが、ただ、やっぱりレース展開的に他の馬たちが思うように力を出せなかった時にはまる可能性がありますんで、ほんの抑え程度に人気がないんで、生まれんとワイド。 ダノンプレミアム、ワグネリアン相手に100円ずつでもっていう感じで抑えておこうかなっていうふうに思いますね。で、3連複3連単でも、もしかしたら余裕があったら、トラスト検診入れて、まあ1点、2点ぐらい抑えておく可能性もあるかなっていうところですね。以上です。吉本興業、ABCDE 郵便というコミの東野素ベロと申します。失礼します。